今年も、あとわずかで終わりますね。皆様、いかがお過ごしでしょうかさて、この一年、宮崎でも、いろいろなことが起きました。ブログ、および、YouTube チャンネルの記事、動画をもとにして、独断と偏見で、この一年を振り返りたいと思います。第10位、スポーツキャンプ。 WBC2017 日本代表侍ジャパン宮崎強化合宿2月プロ野球サッカーなどのキャンプ地としてにぎわう宮崎ですが今後はオンシーズンにおけるスポーツ試合等の誘致もどんどん進めてほしいと思いますくしくもサッカーのデケバジャーロ宮崎が JFL への昇格を決めましたまた宮崎市長選をめぐり 宮崎駅周辺にアリーナを建設するような動きもありますが今後の動きに注目したいと思います。第9位にぎわったキャンプ地広島東洋カープキャンプ地優勝パレード2月広島東洋カープのキャンプ地である宮崎県日南市はカープを中心にした街づくりを進め最近は JR 九州日南線の油津駅をカープカラーにして注目を集めました。市長は LINE メッセージで有名になりました。2> 第1商店街の理事が、リビー、ソーシャルというビジネス、アプリ、リビー、ライフでの動画視聴2月、詐欺まがいのネット商品販売に、宮崎市のある商店街振興組合の理事が関わっていた問題、未だに、 この商品を販売するサイトは活動を続けています。で、その理事は、今、どこにいるのでしょうか。第7位、黒木さん、お疲れ様でした。黒木さん宅の芝桜、今年で見納め、4月。宮崎県新富町の黒木さん宅の芝桜は、国内だけではなく、海外でも紹介されました。目の不自由な奥様のために、 丹性込めて育てた芝桜。ご高齢のこともあって、一般公開は今年で終了。黒木さん、お疲れ様でした。第6位、間抜けな記者会見。マダニが逃げた。9月。宮崎県の記者会見中にマダニが逃げ出すというお粗末な記者会見で、全国ニュースでも話題になりました。その後、マダニは見つかったのでしょうか。 1> 第5位、殺人事件。宮崎市で、強盗殺人事件。9月。宮崎を震撼させた殺人事件。その後、犯人が捕まり解決しましたが、日頃の防犯対策を十分に行いたいものです。第4位、他人事ではない台風災害。九州北部豪雨福岡県東峰村の状況。7月。 本県も台風が通過直撃することがありその度に多くの被害が出ますが今回の九州北部豪雨は台風災害が他人事ではないことを思い起こさせました宮崎県からも多くのボランティアが復旧のために出動しました少しでも早く元の生活に戻ることを記念します台風22号 至るところで冠水10月宮崎でも台風22号の影響で国道220号が一時片側通行になっていましたが2017年12月27日全面開通しました第3位報道のあり方に疑問本当に宮崎牛は3連覇を達成したのか 9月2017年9月に宮城県で行われた全国和牛能力共進会で宮崎牛は惜しくも3連覇を逃しましたが関係者の皆さんの努力でこれからも美味しい宮崎牛をいただくことができますその裏で3連覇を強調して報道するマスコミの姿勢に問題を感じました第2位 2> <laughs> 愛次ぐ公務員、教職員の不祥事。またか。宮崎市の小学校教諭、歪説容疑で逮捕。11月。住居侵入の疑いで、宮崎市立赤江東中学校校長を、現行犯逮捕。宮崎県の教育会に激震。9月。今年度9人目。高校教諭、 セクハラ行為で処分。11月。宮崎市の小学校教諭が USB メモリー紛失。12月。今度は宮崎市職員による不祥事に連発。12月。今度は宮崎県職員が現行犯逮捕。銃刀法違反。12月。今度は小学校教頭が 不適切な行為をめぐって合意があった合意はなかった ?12 月今年は公務員、教職員による不祥事が相次ぎました特に9月に起きた現役校長による女性宅侵入事件は教育界だけではなく県民が驚きました来年はこのような不祥事が少なくなることを願うだけです そして第1位宮崎県日南市イクボス市長宮崎県日南市で持ち上がったイクボス市長のセクハラパワハラ疑惑2月イクボス市長が配った1枚の紙2月 LINE 流出を認め問い合わせれば答えるというスタンスの日南市長はベストか 宮崎県日南市、イクボス市長ピンチ。市役所職員は、それでいいのかこの問題は、2016年末に起きたようですが、発覚したのは2017年2月です。宮崎県日南市の崎田京平市長の不倫疑惑騒動。崎田市長が、部下の女性に対して、 風を見舞うメッセージを送信したことによる一連の問題は全国ニュースにも取り上げられました市民メディア宮崎 CMM は崎田市長に訴えられかけました今年ントツの話題となりましたまとめはいということで独断と偏見でランキング形式による今年の重大ニュースをお届けしました お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、これらニュースのキーワードになっているのは、首長公務員ですね。市民メディアは、時の権力者を監視する役目もあります。地方で権力を持っている人物といえば、選挙で選ばれる首長です。来年2018年は、延岡市長選挙。 宮崎市長選挙のダブル首長選挙があります。今後の姿勢を握る大切な選挙。市民メディアでは、今後も、首長の動向を取材していきたいと思います。そして、公務員。市民、県民の公僕であるはずの公務員による不祥事、あるまじきことです。どうして、このような不祥事が繰り返されるのか、来年は、 その背景も探りながら取材を行っていいいきたいと思います。以上市民メディア宮崎 CMM が選ぶ今年の重大ニュースでしたお願い日頃から市民メディア宮崎 CMM の活動にご理解をいただきありがとうございます誠に心苦しいお願いではございますが今後も継続的な情報発信ができますように。 皆様からのカンをよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。市民メディア宮崎 CMM 大谷憲文